アパーティアムは、スペイン政府とカタルーニャ州政府が、アリカンテ大学に資金援助して開発されている、機械翻訳プラットフォーム。フリーソフトウェアであり、GNU ゼネラルパブリックライセンスでリリースされている。もともとは、オパントラットというプロジェクトの一環として開発され、始めた複数の機械翻訳エンジンの一つであり、言語的に近い言語間での翻訳向けに、 設計されていた。その後、もっと離れた言語間の翻訳も扱うよう拡張されてきた。新たな言語を対象として加えるには、言語データを否定の XML フォーマットで作成すればよい。言語データ作成には、B5 大学、カタルーニャ工科大学、ポンペウファブラ大学が協力している。すでに言語データが作成済みの言語としては、バスク語、ブルトン語、 カタルーニャ語、英語、エスペラント、フランス語、ガリシア語、アイスランド語、オック語、ポルトガル語、ルーマニア語、スペイン語、ウェールズ語がある。今ではいくつかの企業もアパーティアム開発に参加している。アパーティアムは、浅い機械翻訳システムであり、有限状態トランスデューサを使って語彙の変換を行い、隠れマルコフモデルを使って、 品種タグ付けや単語カテゴリーの曖昧さの処理を行う。言語の組み合わせによっては、制約文法タグ付け機も使うことがある。2009年の Google Summer of Code では旧プロジェクトが採用された。ありがとうございます。